だから英検2級より数字を入れていくやつ、これがねもう完全計算。ああこれはね文脈でやんなきゃいけないやつですけど、悪問じゃない？じゃけ難易度的には。さあでは始まりましたもちチャンネルです。さあ今回はですね、はい、高校生クイズ優勝しました渋谷教育学園幕張高校の問題を解いてみたいと思います。教学日本一と言われる、果たしてその入試問題の難しさは一体どうなのかっていうのでね、英語の問題に挑戦していきたいと思います。まあ、幕といえばね、うちのチャンネルにもね細井先生出てくれてますんでね、いろんな動画出てますが、まあ私も高校は千葉なんでね、はい、どれだけ賢いかっていうのはよく知ってるところではあるんですが、やっていきたいと思います。声の教育者さんのね問題リスニングはダウンロードを無料でできますのでね、ぜひ興味ある方やってみてください。では見てみます。問題は50分でリスニング10分と、あ別枠にちゃんとなってるんですね。じゃあリスニングからやっていきますかね。2020年度渋谷教育学園幕張高等学校入学試験英語のリスニングテストを始めます。試験はパート1とパート2の2部からなっており、パートごとに回答の方法を説明した後に問題を放送します。これどう選択肢見ても分かんないんだけど、よく聞いて回答してください。放送を聞きながら問題用紙にメモを取っても構いません。あこれ TF 問題かな。では始めます。 Something really bad is going to happen. I can just feel it. Mondays are always bad. But when I woke up this morning, the weather was perfect. Greg loved watching movies. He always tried to watch as many movies as he could. His favorite movie star was Ryan Devlin.Whenever he was in a movie, it was a good movie. まあ2回聞くまでもないので、はい、もう進んじゃいます。はい、ではリーディングの方は時間かかりながら行きたいと思います。最初が正誤問題だ。まあ、書き換えないといけないのね。これは何パターンもあるか。はい、続いてはこれは何だ？文章中の正誤問題かな。なんか長いんだよね、高校入試の正常って単語数が多い。英作文か、オリンピックについて。あなんかヒントがちゃんと書いてあるから。さあ6回ですね。本文内容1問題かな。これ大学入試で出たことあるトピックだな。今度は物語で記述もありますね。なんで計算しなきゃいけないんだよ、英語の問題で。面倒くさいよ。はい、よいしょ。23分42秒でした。はい、終わりました。面倒くさいな計算が。はい、リスニングね、 TFFTあ、上、はい、全問正解ですね。まあちょっとね、アクションムービーのところがね、映画名からアクション映画だって判断しなきゃいけないっていう問題だけ難しかったかなと思いますね。あとはきちんと英語が聞き取れてればね、できる問題だと思いますね。まあ、聞き取れるかって感じ。会社のリスニング問題言えばだいぶ優しいっていう感じですかね。はい、続いて正誤問題ですね。そうですね、きちんと正しい形に直さなきゃいけない。まずはそうですね、現在形ですね。現在進行形じゃおかしいですからね、他の言語喋ってるのが。で、比較級はベリーが就職できない間接疑問文の語順、これはよく出ますね。本当によく出される。forget ing
と forget to do とか簡単ですね。で、visit は他動詞だから to を取る。動詞の数おかしいんで noun に変えないといけないとか。で、まあ、正誤問題は基本的なものですけど、もちろん高校生がやるんだったらできなきゃダメですけど、中学生にはもちろん大変ですね。はい、次、長文中の並べ替え問題ですね。はい、 look for とか to 不定詞とかですね。あ、次は大変だったんじゃないかな。小の第4文型で関係代名詞の that がかかるんだけれども、中に5文型が入ってるやつなんで結構むずい。で、まあ、おなじみ、so that 構文ですね。これはめちゃくちゃよく問われる、本当並べ替え問題、超品質。ただ、every part being touched なんて、こう、being になってるやつね。あんまりこれ、見たことない人が多いので、できない人が多いかなと思うね。次は、began to fight about who was right。ね、これも、こういう形見たことあれば簡単なんですけどね、だいぶ大変かなと思う。で、次、it for to ですね。これもめちゃめちゃよくできますね、高校の並べ替え問題ね。it's important for you to listen to your other brothers。はい。ね、まあ、これ文脈もヒントになるはなるって感じかな。まあ、ただ、文法だけでも解けてしまうっていうのがぶっちゃけ。あ、次が文章中の自由英作的なやつね。ワンカイトだと、あ、東京が大きいから迷っちゃうとかかな。まあ他にもね、英語の看板とかがないとかね、そういうのだといいと思いますね。まあ他の言語のとかでもいいと思いますね。で、次が電車がすごい混んでるっていうのが模範解答で。続いて長文の内打ち問題なんですけど、今まで小説的な物語文ばっかだったんですけど、他の高校は、ここは普通に読む大学入試の英文みたいな感じ。で、う、え、あ、あ、う、あ、え、え、よし、全問正解ですけど、難易度的には、まあ、2とコマ線ぐらいかな。ただ選択肢によっては、もう引っ掛ける気満々ですね。2コマでは絞れるけど、え、これ合ってるっていう風にちょっとチェックしなきゃいけないって問題が何問かありましたね。だから英検2級より難しいですよ。英検2級なんか迷わない。まあ、ただ中がね、多いんで、結構基礎的なのついてる。で、次が物語文ですね。最初ね、説明問題があるんですよ。めんどくさいですね。記述ですね。あ、次は下線部の意味ですね。はい、どういう意味かってやつ。まあ、比喩表現みたいですね。次が数字を入れていくやつ。これがでも完全計算。めっちゃめんどくさい。しかもね、計算間違いをするんですよ、この話の中で。だから、めんどい。なんでそこをわざわざ意識しながら解いていかなきゃいけないんだっていうね。問い4。あー、これはね、文脈でやんなきゃいけないやつですけど、悪問じゃない？こんなの正解句には分かんないじゃん、そんなの。ちょっとこれね、文句が出ちゃってもおかしくないかなと。まあ話の流れ上から、うん、そりゃそうだろうってなるんだけど、まあ文句が出てもおかしくないような問題かな。で、文章入一問題。これもね、計算絡んでるんで、へえ、みたいな、こんなに計算絡めてくるんだなと思う。算数的要素をちゃんとできないといけないってことかな。で、内容一が3つ選ぶもの。まあこれは、よさしめかな。ちゃんと読めてれば。発達のうち3つ選ぶわけですけど、最初に読んでなくても記憶だけで、全然解ける問題でしたね。照らし合わせだから、改正の内容値よりはだいぶ優しかったかなという感じですね。はい、じゃあどうだったのか。この最後の計算のやつは、まあ記述もあって大変だと思うけど、ぶっちゃけ難易度的にはまあ2等コマ線ぐらいかな。だから今までやってきたやつほど難しくはなかったですね。灘、改正、つくこま、つくふとかと比べるとまあだいぶ優しい。ただもちろん英検2級より難しいですから、英検2級とか2とコマ線とかですね、そのあたりのレベルにはなると思います。だからそれを中学生が解くっていうと、まあすごいことにはなりますよね。この今までのやつは、まあ大学入試受けてる人でも英語結構自信ありますって人でも、まず間違いなく満点取れない問題だったけど、シブマクの問題は満点は取れると思う。英語が得意な高校生なら合格最低点は 77.6 なんだ。まあ結構高いね。2019-2018 は75とか、2017は67だったのに、2020年は 77.6 だからだいぶ優しかったのかもしれないですね。ただ他の国語とかはだいぶ低くなってるね。国語、社会、数学は低くなってるね。まあ、英語と理科が高かったって感じなんですね。あ、5教科やんなきゃいけないって大変ですね。はい、といった形になります。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.